あ、危ない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 、スズメバチスズメバチ。シルキーキルットチャンネル、こんにちは、シルキーの相島です。さあ、今回のテーマはこちらですね。やってはいけない NG なのこぎりの使い方参戦という内容でお送りしていきたいと思います。さあ、来ましたね、のこぎりの使い方っていうのはですね、以前動画でね配信させていただいたんですけれども、今回はこれやっちゃダメですよというですね NG な使い方、これについてご説明させていただきたいなと思います。やっぱりね、どれだけいい刃物でもこれをやるとやっぱり台無しになりますので、ここは注意していただきたいなと思います。まあ、今実際にのこぎりお使いの方で買ってきてすぐにね切れなくなったとか、刃が折れたとか欠けたとかね、切れへんっていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひご覧いただきたい内容となっております。よっしゃ、新しいのこぎり手に入ったし、木切るで。はい、何が NG だったか分かりましたか、ね、最初にね気合い入れたところじゃないですよ。まあ、最初気合い入れるのはねいいんですけれども、ノコギリを使う時にこう力が入りすぎてますね。はい、ノコギリはですね基本的に引く時にしか切れていきませんので、まあ、押す時に力を入れるとですね、まあ、ノコギリがね曲がってしまう原因にもなりますし、無駄な体力をね使いますので、いいことってね一つもありません。またですね、使い始めのノコギリっていうのはこのようにね刃先がピンピンにね尖ってますんで、いきなりね全力でガッとね硬い木などを切るとですね、大きくね負荷がかかって刃が欠けてしまう原因にもなってしまいますんで、新しいノコギリがね手に入って嬉しくてね力いっぱい切りたいっていう気持ちは非常によくわかるんですけれども、まあ、切り始めは優しく丁寧に切っていきましょう。押すときは力を抜いて、切り始めは優しく切る。はいはいはい、わかりました。余裕です。はいはいはい、力抜いてね。はい、で押すときは力を抜く。余裕っすよね。うっ、始まった。うっ、左右が、あ、こんなもん俺の力持ってしたら、こんなもんはな、うっ、これ、あ、はい、いろいろね NG でしたね。はい、また力に頼ってむちゃくちゃしてました。いくら剛性の強いね鋼でもですね、あんなにこうひねって力任せに取ろうとするとね、刃が折れたりとか曲がったりする原因になりますんで、やめましょう。刃が噛んでしまった時はこのようにですね、挟まったところを支点にして刃をまっすぐに保ったまま縦方向にこう回すように刃を動かしながら引き抜いていきます。もうめっちゃ木切ったな。はあ、お疲れさん。さあ、一杯やりますか。はい、仕事が終わった後はねルービー飲みがちですよね。ただちょっと待ってくださいね。のこぎり言葉でねねぎらうのはいいんですけど、言葉だけじゃなくて行動でも示してあげてください。そう、メンテナンスです。刃物はですね、こまめなメンテナンスが非常にね重要です。ですんで、しっかり刃についたヤニとか木くずを取ってですね、錆止めをして一日のね終わりとしましょう。メンテナンスに使うのはこのヤニクリーンとアイアンガードです。メインチャンネルのヤニ汚れ一瞬分解刃物お手入れセットというね動画、こちらを参考にしていただくとバッチリねメンテナンスできますんで、参考にしてください。はい、ということで今回の動画はやってはいけないノコギリの NG な使い方参戦という内容でお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。あー、こんな使い方してたなっていうね心当たりのある方は、今回の NG なノコギリの使い方、こちらをですね、まあ、参考にしていただいて注意していただけたらなと思います。
お使いのノコギリが間違いなく長切れするようになります。それでは今日の動画が少しでもためになったと思われた方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。道具に感謝して気持ちよく一日を終えましょう。乾杯。あ、ごめんなさい。バイバイ。